はい、皆さんこんにちは。アメリカ会です。今日はですね、スプートニク日本というところから、のウェブサイトから、の記事なんですけども、いやもうびっくり仰天ですね。まあまだまだ初期段階なんでしょうけども、2018年ノーベル物理学賞を受賞したフランス人のジェラール・ムール氏が特別なレーザー装置を使用することによって核廃棄物の放射能の分解期間を数千年から数分に短縮することを提案しているということです。まあどういうことかというと、ある特殊なレーザーを、核廃棄物に当てて、それでその分解期間を数分に減らすということなんですよね。でまあちょっと読んでみると、そのアメリカカリフォルニア大学のプラズマ物理学者田島俊樹教授と共同で、まあそのレーザー装置の開発に取り組んでるらしいんですよね。はあ、その核廃棄物を放射能でない新たな原子に瞬間的に変換するという方法で、原子レベルでの、廃棄物の、変換を行うというらしいんですけどね。いや、もしこれが、まあ、実用化はもう何十年先でしょうね。まあ、やめにしろ、また、できたとしても、まあ、コストがかかるとか、そういった問題で、まあ、やれるかやれないかもわかりません。例えば、メタハイドレートあるじゃないですか。あれだって、ものすごい有力な、エネルギーなんですけども、やっぱり取り出して実用化するには、ものすごいコストがかかるという話です。でも、これは、トライする必要がありますよね。今原発、やっぱり日本、フランスも もちろんですけども、まあ、日本だって、まあ、ゼロにはなりませんからね。で、それにこれが開発、これがもう発明されたら、開発されて、発明されて、実用化されたら、もうエネルギー問題、なしです。なしになっちゃいますね。なんでね、こういった科学技術の進歩、に本来はもうガンガン日本政府はお金費やさなきゃいけません。ケチってるというかね、プラマリーバランス黒字化、を目指すだけではやっぱり世界を救うことはできないんだということをこの記事を読んで再認識しました。これができればそれに、脱原発運動、その運動に参加している人たちも、もう脱原発する必要なくなりますからね。まあ、その分余った時間を、まあ、自分の余暇に、まあ、費やして、まあ、充実した人生を送れるんじゃないですか。だから脱原発派の人たちも。ということで、ちょっと長く見守っていきましょう。まあ、10年、20年、30年、本当に実用化されるかどうかは分かりませんけども、まあ、とりあえずこういう記事があったということを紹介したいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。